次に情報公開について移ります。情報公開制度の根幹をなす行政文書目録整備についてお尋ねします。私は2007年9月10日に市政情報コーナーに行政文書の目録を整備、常設することを提案いたしました。行政文書目録作成は何項目現在進んでいますでしょうか。総務部長。同じの通りですね、平成19年に高田議員さんからそのご提案をいただきました。その後内部で目録作成につきましての課題等について検討してきたところでございます。そういう中でですね、まず菩薩情報とか文書目録に個人名が含まれていないかどうかの確認が必要であるということとですね、毎月3万件に及ぶ行政文書が作成されているという現状、さらにはですね、市民の方がその目録からその要求される文書を見つけることができるかという部分について、文書名を特定することができるかということについて考えてみますと、ちょっと困難な状況にあるというようなことが浮上してまいりました。でさらにですね、これを実施している自治体、県内で3市ございました。で3市の方からいろいろと事情をお聞きしました中ではですね、文書目録によって情報公開するという方が非常に少ないという状況も上がってきました。でこれはどこに問題があるかということについてですね、すでに3市がこの目録を作成しておりますけれども、同じようなシステムを整備したのではまた利用者が少ないというようなことも考えられますので、どのような目録を作成したらいいのかという形でですね、目録を作成することを前提に現在検討を進めているところでございます。高田議員。目録がないとね、職員の記憶に頼ることになるってことは何回も私ここで言ってます。情報公開は地方自治体が先行して、その後国が後を追って、法律を整備したという経緯があります。ですからその自治体の首長の姿勢によっては情報公開の制度設計は進みます。政策につきましては市長が方向性を示さない限り組織は動きません。ただ今、目録を作ることを前提にとおっしゃったので大変心強く思いますが、小林市長にとっても政策の優先順位が、おありでしょう。ご自分が思っていても手がつけられない事柄が、おありだとは理解します。小林市長が、厚木市政を12年間担うとして、その中で文書目録の整備について、着手、いつ頃するお考えかお話しください。市長。1年前にもご提案をいただいたというこの目録の件でありますけれども、情報公開徹底的にやっていこうという姿勢ですので、またそれについてもご協力をいただいているということで、そういうふうに感謝を申し上げたいと思いますけど、事務のその量的には非常な数があるということです。でそれをどうやって整理していったらいいのかということ、それから今総務部長が言いましたように、これを実施段階にするまでにはいくつかの課題を解決していかなくてはいけないと。それと一番大切なことは、市民の皆様が一番見たいものがそこに存在しなくてはいけないということが一番のポイントでしょうから、そういうことを中心に考えていくべきだと思いますし、開示を求める方と私どもの方の行政文書が、その目的が達成されなくては意味がないということだと思いますので、年度は別にしても、そのどういうふうにやることが一番近道で実効性があるのかということを今進めているということで、ご理解をいただきたいと思います。高田議員。先に登壇で述べました通り、2010年発表の日本経済新聞による
自治体透明度ランキングにおいて松木氏が順位を上げて、結果として厚木市民にとって分かりやすい市政運営となることを期待しています。最後にの質問ですが、情報公開制度の整備について今後2年なりあるいは5年なりの行動計画を策定して、それを市民に公表してはいかがでしょうか。総務部長。先ほど市長からも答弁させていただきましたとおり、現在、どういうことがいいのか好ましいのかという形で、考えてございますので、現段階でですね、その策定とか市民の公表について、具体的なことを申し上げるのは非常に難しい状況でございますので、ぜひご理解をいただければとこのように考えております。本日はこれで宴会いたします。